はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。で今日はこちらですね、宇宙戦隊キューレンジャーのデラックスキューレオです。はい、2017年2月11日本日発売のキューレンジャーのロボだね、デラックスキューレオを購入してきました。このセーターブラスターと同じ日の発売ですね。じゃあこちらも早速開けていきましょう。はい、うわ、懐かしいこの感じ。よいしょ。まずはこちらがシシボイジャーですね。はい、はい、もうこの状態でほぼほぼ、ロボですね。うん。これライオンハオみたいになってるね。ああ、そうだね、似てるね、うん、まあサイズはちょっと違うけどね、うん、でもこのキュータマがここについててね、すごく綺麗な感じになってますね。うん、いいじゃない。はい、続いてこちらがカメレオンボイジャーですね。うん、かわいい感じになってますね。はい、後ろにキュータマがついております。うん、そして、カメレオンボイジャーちょっとね、口が開くようになってますね、こんな感じ。うん、でここベロが伸びるようにそうそうなってるね、まあ、機械的なベロだけどね。はい、続いてこちらがオーシーボイジャーですね。うん、結構かっこいい感じだね、これもね。お尻の部分にキュータマがついております。はい、でオーシーボイジャーは角がちょっとだけ動くようになってます。あと口も開きますね。はい、あと首が横に動くようになってます。続いてこちらがオオカミボイジャーですね。うん、これもお尻の部分にキュータマがついております。はい、で、これも口が開くようになってますね。うん、で最後にこちらがカジキボイジャーです。カジキボイジャーもお尻のところにキュータマがついてます。うん、これは特に何も動かないですね。そうだね。うん、今回のロボは、音声鳴ったり光ったりするみたいなんですよね。うん、でまずこのシシボイジャーの状態で電源を入れてみましょう。はい、これも単4電池3本で駆動します。お願いします。おお、かっこいい。うん、でこのね、肩の部分、うん、ここにボタンがありますので、これをですね、軽く押すんだって、はい、押してみてください。はい、なるほどね。もう一回押してくれる。じゃあ次はシシボイジャーの攻撃音。うん、じゃあいきます。はい、うん、次攻撃音2、最後は攻撃音3。はい、おお、いい感じだね。うん、これがシシボイジャーだけの音声になりますね。うん、このボタンを長押しするとモードが変わるんだって。キューレオン合体した時の効果音になるので、うん、それはまた後でやりましょうか。はい、はいはい、ではそれぞれのこのボイジャーのキュータマを外してセーザーブラスターでまず聞いてみましょうか。はい、外す時は簡単なね、こうブチッと抜くだけです。いきます。はい、オオカミキュータマ、おお、変身。オオカミ。オオカミ。召喚してみようか。うん。召喚。あ、違いますね。うん、あ、違う、それぞれ違うの。うん、そういうことだ。これすごくないじゃん。じゃあ今度は合体。これは同じだね。だね。で、ここのロボも同じかな。ああ、だね。うん、なるほど。合体したロボは一緒なんだ。うん、ここの色が違うだけで。違う色。あ、ほんとだ。じゃあ次は特殊攻撃。はい。あ、違うね。うん。すごい。じゃあ必殺は？
必殺は同じだね。同じかな、うん、うん。じゃあ次は大牛ですね。はい、ブチ変身で。あうし召喚。うん、おうし。あ、違うね。違う、ちょっとブルドーザーみたいな音してる。うん、じゃ次はドッキング。あ、やっぱ色が変わってんだね。うん、なるほどね。特殊攻撃。はい、うん、必殺技。次はカメレオン。はい、無事カメレオンキュータマ。カメレオン。カメレオンボイズ。あれってね。ベロだベロ。うん、違うね、うん、ベル伸ばしてる。なるほど、うん、次はドッキング。はい、あ、緑になってる、ちゃんと、うん、はい、動かして。はい、あ、やっぱ歩行音は一緒だね、ロボのね、うん、じゃあ特殊攻撃。じゃあ必殺技。はい、最後にカジキ。はい、カジキは普通にバサッと。カジキキュータマ。カジキ。ドッキング。あ、色が違う、やっぱり。うんだね。そしてコントロール。なるほど。特殊攻撃。じゃあ必殺。以上でございました。はい、はい、それではお待ちかね合体やりましょうか。はい、まず電源オンにしましょうか。はい、お、すげえ光ってんだよね。うん、はい、こんな感じですね。はい、まずはまあこれ先ほども言った通りもうほぼロボ状態なんですよ。はい、でシシボイジャーの準備からしようか。腕をまず回転させますね。はい、で基本からいこうか。うん、じゃあまずは右足のオウシボイジャーからいきましょうか。はい、オウシボイジャーの後ろ足をこう前に倒しますね。うん、そして首をこう上に上げます。はい、これで
右足完成。はい、続いて狼ボイジャーですね、はい、狼ボイジャーも同じ要領ですね。エイジン君お願いします。後ろ足を前に倒して、で顔を上に上げる。これで左足の完成。続いてカジキボイジャーですね。カジキボイジャーはこのままです、うん、何もないです。これ右手になります、はい、続いてカメレオンボイジャーですね。カメレオンボイジャーはこの部分、この後ろ足部分を前に倒します、はい、これで左手になりますね。はい、はい、それでは早速合体していきましょう。まず右足のオオシボイジャーからいこうか。はい、オッケー。次は左足のオオカミボイジャー。はい、よいしょ。オッケー。次は右手のカジキボイジャー。はい、最後に左手のカメレオンボイジャー。よいしょ。 OK、 これで一通りセットできました。そしたら最後に顔を回転させる。あ、どうやってるか、顔を出して口を開く。これで完成だ、うん、これが九連王ですね。はい、どうでしょうか。これかっこよくない？うん、いい感じですよね。これね、ボールがついてる、まあ球玉か、球玉なので、うん、これがついてるのがすごくいい感じ。そうだね、うん、クリアでね、いい感じですよこれ、うん、かっちょいい。で、手は動かせますね、はい、で、ただ足が動きません、うん、残念なことにね、はい、全く動きませんね。体は動かない、うん、首は動かない、うん、手だけですね、はい、反対側も手が動きます。後ろ側を見るとこんな風になってて、いろいろジョイント部分があるので、これはもう確実に何かしらがここに刺さるようになるんでしょうね。はい。で、今ですね、シシボイジャーの音声になってたので、このボタンをですね、長押しします。はい、あ、九連音になりました。全部光ったね、今。光った？うん。あー、見逃した。じゃあこれでボタンを押してみてみましょう。はい。はい、おお、すごい、うん、それぞれがピッ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 って光ってたよ、うん、初めて すげえ。ああ、歩行音、歩行音だねきっとね、うん、はい、そして最後が必殺技音みたいです。お願いします。はい、素晴らしい、うん、光るのいい、イエーイ音も鳴るし、すごい、これ史上最高のロボじゃない、うん、かなり気に入ったんだけどパパ。はい、では部屋を暗くしてみました。九連音どれだけ光るのかやってみましょうか。はい、いくよ。九連音すごいね、うん。それでこの9連音なんですけど、はい、さらに遊べるみたいで、うん、もう一回このボタンを長押しすると、うん、これルーレットモードになるみたいですね、うん、でこれもう一回ここで押すと、あ、シシで止まりましたね、はい、特にこれで音声鳴るわけじゃないんだね、うん、ちなみにですね、ルーレットモードの、いろいろ書いてあります、獅子の場合は、よっしゃラッキーなことがあるかもだったんだね、うん、あのいろいろ、9つの9玉用に、メッセージっていうか運勢が書いてありますね、うん、エシン君もやってみて。はい、はい、では押してください。お、狼は今日も気張っていけるかもだって。うん、なるほどね。こういうおみくじができるんだね。ああ、面白い。なかなかロボにしては面白い機能がついてますね。うん、はい。で、今これは基本の状態なんですけども、うん、この各ボイジャーってね、両手両足それぞれバラバラに変身できるんだよね。シシボイジャーだけは体固定なんだけどね。うん。うん、ちょっと今これ手足入れ替えてみようかね。うん、一旦外しましょう。はい、どんどん外しましょう。はい、はい、じゃあカメレオンなんですけど、カメレオンは簡単で、これこう前に出すだけ。球玉の部分を90度回転させる。これで足になります。カジキボイジャーの場合はこのくちばし部分を縦に変えます。うん、はい。カチッといったら OK。で、この球玉も90度回転。で、これでまた足。オウシボイジャーは首を元に一回戻して、
で首を90度曲げますね、はい、でちょっと角を倒します、うん、これで右手になります。で狼ボイジャーは左腕になるんですが、同じように顔元に戻して90度回転させて、で完成だね、うん、じゃ右足にカジキボイジャーをセット、はい、よいしょ。で左足にカメレオンボイジャーをセット、よいしょ。右腕にオウシボイジャーをセット、で左腕にオオカミボイジャーをセット。はい、これで両手両足を入れ替えた9連音の完成ですね、うん、だから組み合わせいろいろあるんだね。今ちょっと足がねしょぼくなっちゃってるけど、手がごっつくてね、足がしょぼいって感じになってるけど、これはかなり遊べるロボじゃないでしょうか。うん、うん、天秤とかわしでもね、そう今日ね、他にもいっぱい球玉が出てますんで、うん、それを買っていろいろ組み合わせて遊ぶことができるわけですね、はい、すごいね、うん、びっくり。今回のキューレンジャーすごくいいんじゃないですか。そうだね、この星座ブラスターとの組み合わせでかなり遊べると思います、うん、素晴らしい。はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのデラックスキューレオでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。